来た。ああ。酒持ってきたよ。あうん。じゃあ。いい酒、酒飲もうぜ。飲もう、飲もう。かっこいいピンチか。お邪魔しますね。ああ、すげえいいね。あ、なんだおい。何？彼女。これ、自分の彼女っす。ほんと？うわ、ちょっと引くな。うわ、マジで。いや、結構。うん。あ、ほんと。いや、家ピ、そういう趣味あったんだ。そういう趣味。趣味、趣味っていうか、彼女だから。ちょっとわからんわ。別れた女子高生はどれぐらい付き合ってたの？けど結構少なくて、うん、5、6ヶ月目くらいで、ね、電話で別れを告げられました。なんで理由は？あっちの方が女子高生を辞めて専門学生になって東京の方に行ったんですよ。はあ。それで？それでもう学業の方を優先したいっていう感じで相手が別れに行ってきて。なるほど。連絡はもう全く取ってない？連絡はもう取ってないです。へえ。前ミクなんですけど、日記とか見るのももう怖くてなんか押せないです。なるほど。切ないな、それ。もう未練とかはあんまり？未練はもうないです。もう女子高生と一緒に入れただけでも自分はもう幸せです。新しい恋とかは？新しい恋、今模索中です。もし彼女ができたらどこに行きたいです？もし彼女ができたらまたこの海に2人で来たいですね。本当、切実に。何度も
ょっと今の話聞いてもだんだん分かってきたよ。おお楽しいよマジで今日も。エビちゃんよかったよマジで。こいつも紹介できたしね。今日は楽しい夜だよ。いやめっちゃ気持ちいい。これたまんねえ。やめろ。やめちゃけ。もうちょっと来そうなんだ。本当に本当に本当にもう。マジ。別にいいじゃんけそのぐらいさ。いい